ただいま向かっているのは志賀高原です。始めていきます。ドキドキです。今現時点で標高 1650m だそうです。はい、ここです。一気にマイナス8度。え、本当？今到着しました。志賀高原焼きびたい山。もうね、やっぱね、すごい雪質が全然軽いです。この音、キュッキュッってね。そしてただいまの外気温です。-10度。めっちゃ寒いです。無事到着しました。標高 1650m のところでの車中泊、スキー場車中泊ですね。はい、お疲れ様でした。乾杯。乾杯。さて、今夜は検証動画を撮ろうと思います。何かっていうと、ヒューマンからですね、ニューバッテリー、提供いただきました。今回は 632Wh、 そのぐらいちょっとね、パワーアップしたっていうね、ニューヒューマンを使って、これね、電気毛布です。今回はマイナス10度の車中泊ですよ、スミさん。はい、全然寒いね、この間検証した時よりも。間違いなくこれは必要な夜なわけなので、この電気毛布を朝まで使用してみたいと思います。では妻、はい、パワーオン。まずここに入れます。 まずプラグイン、はい、OK、そしてパワーオン。強さはですね、だいたいね、半分でいってみようかなと思います。マックスで確か50度だよね、この電気毛布。こちら今回この電気毛布は下に引いてます。で、その上に僕たち寝て、寝袋スタイルですね、いつも通りです。もうね、そうでなくてもぬくぬく4人くっついて寝るんですけども、さらに電気毛布の力を借りて快適にね、はい、車中泊してみましょうか。はい、今ですね、40W です。いいですね。この電気毛布 80W、 マックス 80W の電気毛布なので、うん、ちょうど半分ですね。これで今夜は使用してみたいと思います。だいたいね、これで13時間、おー、13時間だったら残り13時間使えるっていうはずなので、うんうん、正しければ、2晩ぐらいは使えるんじゃないかなと思います。期待しましょう。はい、それではここで寝てみようと思います。グナイグナイ。もう朝です。めっちゃ放射冷却して寒い。気温の方はですね、まあ変わらずマイナス10度のまま。さて、朝の6時半です。電気毛布は半分の中のままね、使いまして、残りの容量が 59%、 つまり 40% なので、2晩ぐらい使えるってことですかね、これね。非常に暖かく快適に寝れました。朝6時になるとここがね、開くので、トイレとか使わせてもらえます。トイレ、トイレ、トイレは暖かい。だいぶ日も上がってきました。いや、めっちゃ気持ちいい朝です。これが標高 1600m クラスで迎える朝。最高に気持ちいいです。いや、それでは初めての志賀高原焼けびたい山スキー場、 Here we go。 Go。 やったー、久々に大きいスキー場だね。楽しみだぜ。初めての焼けびたい山、もうめちゃめちゃ大興奮です。私たち、なんと素晴らしい景色なんでしょうか。小鳥さん、池さん、やばいね小鳥、これ初めての景色で、もう父ちゃん一人大興奮。第二ゴンドラ一気に 2009m 山頂まで運んでくれます。すげえぜ。よし、行くぞ。この景色、やばいよ。ここもビューポイントだって。
っち行ってみようか、それともこっち行ってみようか、よしじゃあこっち行ってみよう、カモーン。おいみんな超最高だぜ、イエーイ、すごくいいスピードだね、楽しいね、ゴー、いいぞ、ここにパウダーゴー、パウダーゴー、ふふー、こちらここにゴー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 、オッケー、ゴーゴーゴー、ちょっかり、でもスタースコープ第2ゴンドラ、はい、よいしょ、助けて、よいしょ、よいしょ、ゴー、よーよしよ、よLunchtime, lunchtime. マグロたたき丼、牛カルビ丼、焼き鳥丼、トントン、ソースカツ、トントントン。いただきます。1、2、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 
っぱいあるからです。あーね、なかなか難しいねここね。雪のコンディションがいい日にまた来たいね青。いえ、この白樺の森の中をリフトが抜けていくのすごくいいですね、小鳥さん。ブスですね、あれブスですね、ブスブス。
合体スキーだ。さあ、七ヶ高原楽しかった人。はい。また来るぜ。七ヶ高原。楽しく共に学ぼう。未来を築く。うるせえよ。ゆうちゃんは小学校。うるせえよ。ありがとうございました。はい。はい。はい、小鳥さん。今日の天気は晴れです。はい。ちなみにここは、志賀高原スキー場に来ております。神々ですね、キャスター。さて、以前も紹介しました、車中泊の時の我が家のエースケですけども、このようにですね、上段の棚の上に、ブーツインナーとかね、それからびちょびちょになったグローブなんかを、こうやって置くんですね。そうすると、車内の暖房だけで、十分この後ろ側の上部に熱が溜まるので、ほぼほぼね、2時間ぐらいドライブしてると、ドライアップしちゃいます。これおすすめですね。濡れたものはなるべくこの棚の上を活用すると。そして、ウェア類ですね。こうやって、ちょっと間隔を空けて、なるべく、こう、風通しがいいようにね、かけてあげます。するとですね、同じく後ろ側に来た暖房の暖気で乾き上がるという、そういうシステムとなっております。以上、天然パーマのスキー場車中泊積み込み方サンプルでございます。じゃがじゃん。わー、小猿だー、バイバーイ。あ、いっぱいいる、上に。いっぱいいる。あ、いっぱいいる。あ、どけよ、お前。あ、水飲んでる。汚いよ、その水。この猿たちが、地獄谷温泉に入りに行くんだよ。うん、あ、そっか。それがもう、さあ、今日の温泉は、美山温泉、ワクワクの湯です。露天風呂あります。ワクワクの湯。なんと、バンダイがなくて、ゲートシステムとなっております。小学生以上、一人500円なので、そして、ここにお金を入れると、ゲートが開いて、中に入れるという、画期的な無人エントリーシステムです。ガチャン。オーケー。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。イエー。 Dude, that father is 10 and permed.